問題に触れ不祥事を忘れずコンプライアンスの強化も含め頑張りたい沖縄市の観光を盛り上げていくと決意を述べました東南植物楽園代表の宮里副会長は観光部門小座信用金庫専務の金城副会長は物産部門を中心に活性化を図りますこれまで県の人材育成事業などに関わってきた山田事務局長は 沖縄市の観光発展のため頑張りたいと語ったそうです以上この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしました さあ、時刻は8時38分を回りました。はいこの時間はですね、素敵なゲストさんにいらしてもらっておりますよ。うん、じゃあ、自己紹介から、はい、お願いします。お願いします。はい。 私の名前はノリエです。えー、っとチャタンエリアでヨガを教えています。フリーランスとしてチャタンエリアのスポーツセンターだとかビーチヨガ、あとはキッズヨガ、あとはインヨガ、アロマヨガなどいろいろ教えています。すごい。ごいノリエ先生、ウェルカム。よろしくお願いします。ーー <laughs> はい。はい、なんとですね、ノリエ先生。ノリエ先生、背が高い。背が高い。高いんですよ。<laughs> いくつあるんですか <laughs> 174号ありますあ、すごいのリエ先生はバレー…モデル体型ねわかりましたわかりますよ、ね、バレーしてる人は僕はすごいわかるので <laughs> うん、うん、あそう。バスケットじゃないんですね <laughs> バレーですバレーなんだね <laughs>、うん、だどう違うんですか言えないです <laughs> ありますよねなんかね。あります。違うんですね。<laughs> ちょっとありますよね。早速のりえ先生に素敵なイベントの情報のお知らせです。はい。えっ、ー、と来たり今度のすあの日曜日六月十一日のサンデーです。サンデー、うん。はい。モーニングヨガをアラハビーチ。モーニングヨガ。サンデー、はい。はい。アラハビーチであります。一日許せない。<laughs> 美人にはね、絡みたくなる。そうそうそう。 えっと時間はですね、九時半から十時半ですね。はい。これがえっとビーチヨガの方で、で今ミミリさんが持っているのは毎週木曜日、えっと三浜区茶団町の三浜区の公民館の近くにある集会場があるんですけども小さな公民館。 スプリお子さんも連れオッケー、初心者さんオッケーでい。毎週ちょっと違った形の、そのさっき言いましたアロマヨガ、今日はアロマヨガ、この後10時からあるんですけど。うん、毎週、ビン野菜ヨガだとか、飲ヨガだとか、すごい合わせてやってます。すごいで、今度、この、に、この今、今度の日曜日、これはあれですよね、テレというか、毎週木曜日やっているもの。はい、十時から11です。でこの後ですね。そうなんです。この後です。この後。<laughs> 帰らなければ。で、で今日は、<laughs> ね、みびりさんとひょんなことから教えになってゲストを、あの、ぜひぜひいらしてください。はい。いね,ねいいですね、うんあ。ありがとうございます。そして、うん、えっと、これが今度の日曜日のイベントです。あらはい、日で行われる。はい。 モーニングビーチヨガ芝生の上でえっと山影側の方の噴水とかステージ側があるんですけどはいはいはいありますねその前あたりで集合していただいてはいはいはいでマットがない方はバスタオルとかビーチタオルで大丈すごい気持ちがいいです気持ち良さそうねお天気がいいといいんですけれども何時からですかえっと九時半から十時半ですね一時間一時間ね朝活です朝活今流行りのあれ ってますねこの前アフリカンミュージックのイベントに私一人で参戦して少々さんがいたんですけどあとひろゆきさんという旦那様がいましてそれ言っちゃなんだそしたら一緒のテーブルにお邪魔させていただいて少々さんは私のも本当レギュラーさんの生徒さんなんですね。 あ今日も来るんだ。子供と？です。子供さんもオッケーで、そうそうそう。そうそしたらなぜかなんか初めての感じがしなくてですね。そう私も同じ。実は今ちょっとぶっちゃけ私のバレーボール時代の私エースアタックやってたんですけど、エースアタックそのセッターがそっくりなんです。 <laughs> ミミリちゃんそっくりでなんかもう同級生久しぶりに旧友にあったような,なそうすごいすごいと思いながらそう本当にこれからもよろしいシンパシーを感じました <laughs> そうですね、はい、でもいい感じですね本当に <laughs> あのー、ぜひねいろいろ番組とかね <laughs> はいレギュラーでね毎週 <laughs> 何かしら関わってくださいぜひぜひ毎週クラスあります <laughs> <laughs> いいですかね。いいですね。しかもですね。あのこの近くの幼稚園にお子さんを。ね。送り迎えしてて。そうなんだ。FM エムコザの存在を。知っていた。ここもあの赤信号いつも止まって見てましたぜひ聞いてください。はい。時々合わせて聞いてます。あ、本当ですか。あ嬉しいね。ええ、セッタージェラの女王とかね、いろいろコメント来てますよ。ええ、テントウさん。 あ、そうそうそう、ルドルフさん、運転運転結構ですかって。運転は中止になります。それのえっとお知らせはえっと二時間前までにえっとフェイスブックの方でお知らせします。ちゃんとねしてますね。でフェイスブックとかあの検索の時はワンネスヨガ沖縄で検索してください。はい。ワンネスヨガ沖縄として活動しております。ワンネスヨガです。 今日リスナーさんに特別な、はい、ちょっとスーパーお得,よお得情報を何ですか 今ラジオ聞いていただいて、私のワンネスヨガ沖縄にいいねしていただいて、でこの当日チェックインしていただいた方にはチェックインチェックインってボタンがあるんですよ。ここに来ましたみたいなね。あのマイクに近づきましょうか。ごめんなさい。めっちゃ山内さんに話しかけて話そう。まあいいですよ。僕はなあの顔が見えるので、はい。でえっと今あの千五百円で出してるんですけれどもその いいねしていただいて当日チェックインしていただいた方には1000円でお500円も割引やった野口さん一枚になったはいよろしくお願いしますびっくりした変な例えやめてくださいわかるでしょわかるでしょ僕あの聞きたかったのがさっきほらお子さんも OK とかって言ってたんですけどおっさんも OK なんですかおっさん もちろんおっさん OK ですでもんか一人だと生きづらいらしくてそんなことないですよ私のクラスには男性の方もいらっしゃいますらメンズヨガ今流行ってきてますからゲイの方じゃなくて全然違いますがっつりもうガッツリアスリートメンズしっかりいきましょう青野軍団さんから腰やみしてても OK ですか あもちろんです。あの、<laughs> 闇って、あの、痛いってことか痛い、痛い、痛い、痛いうん、腰痛持ち腰痛持ち、もちろん大丈夫です。ノりさん、<の>沖縄の方ではない,のでないんですよ

痛くても痛、OK、くでも逆に、えー、とその肩に合わせてあの私の方でポーズの方も変えていきますので体がかたいからって敬遠してる方こそ始めてほしい、はい、どこかあの<ー>痛めてるからこそ始めてほしいんですねやっぱ動かすことでやっぱり関節と筋肉、うんまあ、あとは柔軟性も向上していけるっていうことでうもうすべていいです。 木曜日毎週木曜日、浜でチャタンの美浜集会の参加される場合は必ず、E メールかこのフェイスブックでメッセージいただければ私の方でご連絡させてあげますので今度、日曜日が特別スペシャル企画。日曜あは皆さんからご要望いただいていてじゃあ、もう梅雨も明ける頃だしと思って第1弾として今年第1弾です。すごい はい、いいっすねちょっと子供を連れて行きたいので,で聞いていいですか子供たちに。はい あのねうちの子を柔らかくて体がこんなのやらしたいんですよ娘が柔らかいって言ったさめっちゃ軟体ですね軟体なんですようちの子だからちょっとやらせたいなそうですよご家族でぜひご参加くださいそのあのね海賊船のとこで遊ばせてその後またモーニングブレックファーストどこかでモーニングブランチして朝マックねもうすごい充実ですよ はい出ましたフレッシュネスハーですかそうですね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 さあ良かったですね今日あのもうねすぐ出ないといけないということで初時代に出ていただきましたがはいもうリスナーさんにじゃこのなんていうんですかねヨガの良さというかはいそういったのババンと言ってもらいましょうヨガの良さ 私が行うヨガはここが違うよっていう私の行うヨガは難しそうそうですね大丈夫ですどうだろうないいですよ待ちますよ大丈夫ですよ体に効くヨガです出ましたははいい。もうそんじょそこらのヨガではないと体に効くぞと体に効いてきます私はこんなところ 今まで使ったことがないっていうような箇所を使っていきます <laughs> 右が左でどっちがどっちみたいになってみんな大<笑>,、ね、笑いですね面白いね <laughs> いいですね終わった後はもう開放感ですねもう本当ああ達成したもう気持ちいいですよね終わった後そうなんです 特にこのビーチヨガも芝生の上で青空と綺麗なチュラ海ですよ。もう前にして、もう気持ちいいですよ。本当に来てください。大地を感じに。はい。なるほど。大地を感じに来てください。いいですね。いいですね。いいですよ。来てください。面白いな。はい。そうなんです。ね？いいですか？いいですよ。もう僕はもう今もう満足なんで。はい。のり先生。はい。 今日のテーマがですね無償に食べたくなるものなんですけれども聞いてました何かありますか私はタイ料理ああハクチ大好きです体験はもう大好きです辛すぎずなんかなんか酸っぱ甘辛うま全部が入っているそうですね無償に食べたくなる人女子は好きですよね好きですね男性の方ちょっと僕大綺麗ですね トムヤムクンとかも投げたくなる。<laughs> <laughs> 投げられちゃいますね、私たちね。じゃあそうですね。なるほど。はい、タイ料理。タイ料理。でも本当ね、好きな人このソムチャイっていう。 近くのね。この。そうなんです。そう、そこね。知ってます。そう、結構行くんですよ。好きな人。夕方からですよね。あのオープンは。今、お昼も開く。そうなんですか。そうなの。じゃ、あ今度は。昼前くようにな。そうてください。来ます。あ、ぜひ。あの先生来るんだったら、僕も行きます。そうね。もう一緒します。考えさせてください。なんでえ、恵みかんさんが前屈が前習えになるくらい。 めちゃくそ体が硬くてもできますかもちろんです前屈が前ならいってどういうこと下まで下まで全く腰がこういう感じですかね痛い痛い大丈夫ですそこが今の自分の状態ということで受け入れますそこからゆっくり深呼吸で深めていきますなので焦らず

えっと、青野軍団さんも言っておきましょうね。はい、ヨガをマスターしたら、ダルシムになれますか。<laughs> え、ダルシムになれますか。ダルシムって、ストリートファイターでしょあ、よくわかるね。<laughs> <あ>両兵だからさ。きょとんとさせようと思って、これ読んだんで。ものすごい足が上がってってこと。ど、どんな、どんなわけがあるんですかす。手から火が出るんですよ。<laughs> ヨガファイヤーですか。パワーですか。ヨガファイヤー。気が出てくるみたいな。あ。になれますかということなんです。なるほど。火が出せるかどうかわからないんですが。い。いい気は巡ります。ああ。さすがの切り返し。はい。さすがの。もちろん。ですのりえ先生いいでしょう。のりえ先生超いい。うん。またぜひ遊びに来ていただきたいと思います。本日は6月11日。はい。 日曜日九時半か十時半朝活ですね。はいはい、はい、ヨガ、ビーチヨガ。私に会いに来てください。い皆さん一緒にね、ヨガをしましょう。は,い,はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 お送りした曲はモーニングレモンザ・ケミカル・ブラザーズでした。 時刻は八時五十七分を回りました。もう八時だエンディングでーす。そうです。さあ今日のテーマはい。いってきましょう。今日のテーマははい。無性に食べたくなるものでございます。そうです。無性に食べたくなるものを皆さん募集します。はい、ちなみにさっきのね、はいえー、のりえ先生だっけ？のりえ先生。のりえ先生の無性に食べたくなるものタイ料理。タイ料理。料理うんもうありえないっすね。<laughs> <laughs> 全否定ということでね。<laughs> タイ料理ね。はい 僕はは一個も美味しいいとと思ったことはないですああそうですかうん何にもないうん,なんかあります、うん、私はタイまで行ってタイ料理を食べましたけれども全部ダメでしたでしょあなた僕を全然否定しないかな絶対好きじゃないなと思パ,クパクチーダメ、うんえー、ココナッツミルクダメ、うん、あとなんか香辛料もダメでしたトムヤムはトムヤムもダメでした めね、はいスッパー辛いーってなるよねスパ甘辛いっていうあれはねワイン好きが飲むものですねあそうなんだ、うん、うんうんいや <laughs> さあやこのように皆様あのー、無償に食べたくなるものをぜひ <laughs> 送ってください、はい、送ってくださいクイズッスは 761‐FM こと .jp です くずだいま皆さん、引き続きお付き合いよろしくお願いしまーす。お願いしまーす。 時刻は9時を回りました。はいさい沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報。沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。<laughs> はい、さあ、沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずは暮らしの話題から。沖縄市では行政措置予防接種として。おたふく風邪の予防接種を。次の内容にて全額公費無料で実施しています。沖縄市に住民登録があり。接種を希望する一歳児。 を対象です実施期限は平成30年3月31日土曜日までとなっております接種場所は指定医療機関予約が必要です予診票は各指定医療機関にて用意しています指定医療機関は通知書に同封された一覧表でご覧ください接種回数は1回で接種費用は無料となっております 詳しくは子ども相談、健康か、予防係までお問い合わせください続いて平成29年度高等職業訓練促進給付金等事業についてのお知らせです市内に住所を有する母子家庭の母 またたは、不死家庭の父のの父就労を支援すす。るための制度です看護師、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師などの資格取得のために1年以上の教養期間等で就業する場合、就業期間中の生活費等の負担軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給します。 対象は、1つ目、児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方2つ目に、養成期間において1年以上就業し、対象資格の取得が見込まれる方3、就業または育児、就業訓練の両立が困難であると認められた方 4、過去にこの事業による訓練促進給付金の支給を受けたことがない方5、本事業と趣旨を同じくする給付を受給していない方に限ります支給にあたっては事前相談が必要です必ず申請前にご相談ください。 詳しくは、子ども家庭課までお問い合わせください。続いて、児童手当現況お届けについてお知らせします。平成二十九年六月一日現在、沖縄市で児童手当を受給している方は、児童の養育状況などの届出が必要です。 現況届けの提出がない場合、児童手当の支払いが差し止めになりますので、ご注意ください。混雑が予想されるため、指定日を設けております。指定日に来庁できない場合では、期間内であれば受付可能です。提出は本人及び配偶者、同居の親族に限ります。 期間は6月12日月曜日から30日金曜日まで土日及び23日慰霊の日を除きます時間は8時半から午後5時15分までです場所は子ども家庭科持参するものは受給者宛てに送付された現況お届け用紙2提出者の認め印 3、受給者および対象児童全員の医療保険証のコピー4、平成29年度所得課税証明書5、児童の住民証等本の5つが必要です詳しくは子ども家庭科、児童手当担当までお問い合わせください 続いて2017年は未成民生委員制度100周年一人で悩まずにご相談ください民生委員、児童委員とは民生委員、児童委員を簡単に言うと福祉のことを知っている近所の住民です地域や地域住民のために活動したい社会福祉に熱意がある方などが活動しています 無給のボランティアとして活動しますが、活動に必要な電話代や交通費などに実費・費弁償費があります。具体的にどのような活動をしているかというと、支援を必要とする地域住民の見守り訪問や、地域住民から悩みや心配事の相談に乗り、専門機関へつなぐなどの活動を行っています。 民生委員法で守秘義務が課せられているので同意いただいていないことを他人に漏らすことはありませんまた民生委員児童委員同士による月1回の会議に参加し委員,同士のドロ委員同士の情報交換なども行っています沖縄市の民生委員児童委員の元凶は平成29年 5月1日現在、163人の民生委員、児童委員及び主任・児童委員が活動中ですが、なり手が不足しています。民生委員・児童委員の中には、仕事と民生委員活動を両立されている方もおり、できる範囲での活動をお願いしています。民生委員同士での話し合い・活動を行いますので、 お一人で相談事を抱え込むようなことはありません。沖縄市では民生委員・児童委員を随時募集しています。詳しい活動内容や担当区域、連絡先などはお問い合わせください。詳しくは健康福祉総務課までお問い合わせください。 楽しく健康づくり、沖キハくん健康ポイントのお知らせです。各種健診、健康け、健康審査やがん健診の受診、健康づくり教室などに参加してポイントを貯めると抽選で特典をプレゼントします。応募期間は6月1日から平成30年1月31日。対象者は市内在住の18歳以上の方です。応募方法は 検診の受診や対象事業に加入参加し100ポイント以上を貯めたカードを市民健康課窓口に提出してくださいポイントカード配布場所は市役所1階総合案内市民健康課窓口市内公共福祉施設各公民館などです1000人の方に健康ポイント協力店で利用できる 2500円相当の特典引き換え券をプレゼントいたしております詳しくは市民健康課、健康推進係までお問い合わせください以上、ハイサイ沖縄シティこのコーナーは沖縄市の提供でお送りしました 時刻は9時12分を回りました9時台も沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小ザのスタジオから私ミミリと山マイアシスお送りしていきまーすよいしょいここで沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えいたしますそうです <laughs> 元気よく元気よく、えー、6月8日今日のお天気は北の風曇りのち晴れ明け方まで 雨、ところにより昼前まで雷を伴うんでしょう。今日北の風らしくて、この後だんだん涼しくなるかもしれないですね。えー、そうなんだ。うん、そんな感じしないけど、涼しくなるんかね。北風ですからね。日中の最高気温二十九度。うん、降水確率は六時から十二時は三十パーセント、十二時から二十四時は。 10%となる見込みです。昨日は30度超えてましたからね日中。やばいでしょ。やばいですよ。もう夏やん。夏ですよ。<laughs> 何を言ったら。夏やん。もう,もうすぐ40度超えますからね。沖縄で？あ超えます超えます。ますああもうどうしよう。どうします？<laughs> もう逃げようかな北の方に。続いて道路交通情報をお伝えします。<laughs> まずは高速道路沖縄自動車道です。ですが。する。 故障者出てますよみみりさんはい、えー。北向けうん。汽車場トンネル出口で故障者、はい、そして、えー、同じく北向けはい。あ、故障者2台続けて出てますね故障者2台続けて出てるんですね汽車場トンネル出口で2台気をつけてください故障者が出ていますそして那覇インターチェンジでも故障者があら。ありますよなんでだろう 故障者続きですね,ねはいあのーうん、気をつけてください故障車をね、はい、巻き込んだ事故とかもねありますねたまにありますからその辺ねやっぱちょっと気をつけて徐行してくださいはいそしてえー、一般道ですが、うん、これ多分事故かなんかあったんでしょうかえっ、ー、と国体道路、うん、山内団地入り口からえー、沖縄南インターチェンジ入り口、はい、手前まで、うん 長い渋滞が続いていますこの時間も渋滞が続いているということは何かあったんでしょうか、えー、国体道路で渋滞が起きていますはい何か情報がありましたら皆さん送ってくださいはいえー、そのもんですねあとはスムーズに流れていますはい以上でございますはい皆さん気をつけて通行してください <laughs> 言ったたいました、はい、さあ コメントじゃなくて、メール来てますので。増えました。ちょっと待ってくださいよ。なんですか。えー、今日は何の日か。今日は何の日、どうしよう。えー、っとですね、とりあえず、ここで。うん。リクエストも珍しく、木曜日に来てるので。お。木曜日はリクエスト全然来ないけどね。そうですね。なんでかね。なんでかな。しても無駄って思われてるかもね。そうだね。あんまり曲かけんし、ね。<laughs> かけないね。うん、ええー、とですね。それでは、行きたいんですが。 パソコンがくるくる。あ、来ました。えー、リクエスト、大塚健二さんのリクエストです。ごお披露目で。男の子。女の子。 お送りしたのは大塚健次さんのリクエスト、ひろみ号で男の子、女の子でした。 時刻は9時19分を回りました。よ、おはようございます。<laughs> さあこのコーナーに参りましょう。今日今日今日は何の日？今日は何の日のコーナーです。今日今日今日は何の日、はい？はい、まずは沖縄手帳からご紹介します。はい。6月8日木曜日今日は関口でーす。うん、日の絵トラの日。え <laughs>？ <laughs> 関口減らしなことを言ってると思ったリ <laughs> アルだこの人何言ってんだろうと思っちゃったよ <laughs> 旧暦5月の14日、うん、満潮時刻は6時5分、6時5分、19時13分、完、うん、潮時刻は0時13分、うん、20、12時45分となる見込みです。なるほど。今日はね満月かな。うん、そうあのね昨日夕方月が綺麗に出てましたね。そして今日はですね。うん 1998年「尻織物の宮平初子さん」はいはいはい人間国宝になったそうですなるほどですねまだご存命でらっしゃいますかそうでしょうね <laughs> <laughs> そうですかはいはい、わかりました、えー、とまた歴史的背景は、うん、豊臣秀吉鳥取の戦国武将亀井に 井琉球主殿と書いた器を与える1582年へえ豊臣秀吉琉球国に来てたのかなねえ何かしらまあ知ってはいたでしょうねえ<ー>こういう国があるよっていうのはなるほどうん近いしねうんはい以上沖縄手帳からでした続いてインターネットの方から情報をお伝えしますはいよー今日はですねうんえ 鳴門大橋開通記念日なるほどらしいです、はい、めっちゃでっかい橋ですね分かんない見たことない本当ですかうん、えなんかすごい写真があ写真は見たことあるあ行ったことはないですねはいうん、うんえー、続いてえ日本の銀行を初めて海外して朝鮮のプサンに出すってへえー、そうなんだアジアからやっぱ攻めてたんですねねなるほど 今日の誕生歌はジャスミンで。ジャスミン。花言葉は、愛らしさ。出ました。ですねあなたにジャスミン送りたいですね。なんてあなたにジャスミン送りたいですね。愛苦しくないですか私は。こうなれっていうね。愛らしさがない。愛らしさがない。足りない。足りない。愛らしさって何ですか愛嬌そうですね。愛嬌ないのない。え そうですかある時とない時の差が激しすぎるはあ<ー>いつでも心に愛嬌だよ無理ですね <laughs> 無理だなそうですねはいということで今日は「何の日」のコーナーでした両辺にはちょっと。 なんすか？<laughs> 愛嬌でしょうね <laughs>。こうこうこうの <laughs> やろう <laughs>。<laughs> <laughs> さあさあさあメッセージ届いてますので。そうです。今日のテーマ、えーはい、まず軽く言っとかないと何のこっちゃかわからないので。のこっちゃかわからない。はい今日のテーマははい無性に食べたくなるもの。 無に食べたくなるものはいかりんさんから来てます<お>フレッシュネス美味しいですよね私も好きですよほら無性 <laughs> に食べたくなるのは <laughs> 中華のパーこうンですパーこうンあー食べたいリクエスト来てますねもし見つかったらかけたいと思いますパーこうンって何パーこうンって何だろうパーこうンあんかけがのってるみたいなやつかなっぽいねうん パーコーメンいいっすねはーい,いいっすね適当だったなええー、よくわからない <laughs> でもいあんかけ焼きそばはえ<ん>食べたくなるあんかけ焼きそば食べたくなりますあんまりあんまり好きじゃないあのさパリッパリとトロトロがこういいんだよねあれがブニョンブニョンになるのが嫌だわけあ,あそう、うん、でもそこまでブニョンブニョンにはならないさでも、途中で この硬いところが、あんが足りなくて、うんうん、バチッとかなって、痛っってなるのがイラッとします。あ、そう、それがいいんだけどね。いやだ、やだ、やだ。もうどっちかにしてよって思います。逆に血だらけにして食べますよ、<laughs> 口を。痛そう。<laughs> <laughs> やだわー。嫌だわ。<laughs> <laughs> はい。はい。はい、はい。続いて、青野軍団さん。大、うんはい、マスク呼ぶビミリー。ゆるふわパーマネントさん。 ヨガの人もういないねミミィのフェイスブックのクイーンダンス見たよかわいそうにかわいそうにって言われちゃっただから FM ことのお知らせフェイスブックはやる気のない顔してんだよっていう話です,、ね、ですかクイーンダンスってまだ、あ、ちょっと今練習中のダンスを、うん、ソウルの大橋のど真ん中で踊ったんですよ一部ね本当に五秒ぐらいそうあげまして、うん、今練習中だよってうん したらみんなからね批判ですよ。不評。不評。はい。なんか恥ずかし恥ずかしがってるとまだ。あれ。もっと。あなた、そりゃ不評でしょう。あなた恥ずかしがってどうするんですか。そうですね。はい。だから今練習中だからもっと完璧に。うん。カコピしたらもっと自信持ってできると思います。いやどんな時でもあなたはあれですよ。 もう自信満々でやってくださいわかりました、はい、今後気をつけます気をつけてください、はい、これはもう皆さんが多分僕は正しいと思いますよ <laughs> ちょっと見てみましょうね <laughs> 本当に続いてこの方ははい、はい。ミミリさん山内さんグッドモーニングダンディの意味がわからないムーネですあれダンディの意味がからないダンディじゃないムネさんいやいやいや僕を見てください 無償に食べたくなるもの <laughs> 仕事終わってドライブがてらスーパーに立ち寄ることがありますがほうほう半額という文字やントオフという文字に誘惑される私がいますかるわ食べたい買おうか嫌我慢の繰り返し、うん、無償に餃子が食べたくなりますあ餃子ねだから30個で200円台というものに弱くなりますうまいよね6月8日語呂,あら語呂合わせて無派心にも。 調子にも波のない穏やかな一日となりますようにどういうこと今日も一日頑張りましょう幅バーグッデイムネ先生僕には伝わってるんで大丈夫ですミミリはねちょっとおバカなところおバカですねおバカおバカあの半額とかどうですかなんかね僕わかりますよわかります私も弱いです弱いあの夜さこっち終わってスーパー金秀が はい。鳥道に。鳥道にあるじゃないですか。はいはい僕、大体ね、あの、泡盛用の氷、ほう、帰ってから帰るんですよ。この、3日に1回とか。はいはい4日に1回とか。うん、いいですね。そう、その時に、うん。あの、もう、惣菜が。そう、お家で食べる時は、僕、何も、つまみは食べない。ほう。あの、飲むだけって決めてるんですよ。はいはいだけど、あれ見て、半額とかなったら、っ、てなる。っ、てなる。なりますね。かる。うん。ってなる。 ってなり私はあれやめてほしいなしかもさ大体いい半額になって十10時ぐらいでしょですかね、うん、そんな時間から食べてみはあもうデブまっしぐらデブまっしぐらですよお <laughs>、はい、うちの犬も何年もかも犬まっしぐらでしょ猫まっしぐら猫か <laughs> <laughs> そう猫かんの CM これ <laughs> そうそうデブになりますから <laughs> はいそうですよ気をつけないと 気をつけた <laughs> でもそっくりそのまま返されましたね本当ねでもねちょっと気をつけて僕らはあのダイエットするというまた宣言してますのではいちょっと減量しますねえあなた何キロオフですか私3キロちょっととしたいですね3キロ3キロ変わらん変わる変わる体の動きが変わるなるほどはい軽やいかりになりますから

じゃあどこ見て登る前危ないし上の方見て登ってます逆にもう目真下見たら足もじゃあ足だからこう登ってるのを見たら、うん、足が一個ずつ登ってるの見たら目が回るんですよ、うん、え怖いねそう見れないうん、うん、克服してみようぜ前はそんなことなかったんですけどねだからあの大人になってから歩道橋とか怖いっすね登るのあの後ろにつきますのでちゃんと <laughs> 克服してみましょう 克服できるかでもそういうあれがあるみたいですね症候群みたいなのえそうなんだ階段恐怖症じゃないですけどなんかあるみたいですね。なるほど。してからに続いていきますまだ。まだいきますからラストまで。えっとですねピーチベルシルバーさんシルバーさんこれから国神へとい 続きはすごめんなさいやってください分かりました「国神へ遠い分かるわ名護からね国神また遠いからね遠いっすね同じくらいありますよねこれ一人では嫌だな確かに嫌だね嫌だ嫌だだ誰かとワイワイだったらね楽しいんですけどねでもあの私今ブルートゥースを車に搭載しててブルートゥースはい こうマイクがついてるんですよほうほうハンドルのところに、うん、だから、うん、誰かがか電話かかってきたら運転しながら喋るんですけどはから見たら独り言をずっと喋ってるみたいで,<ー>で私笑うので<ー>めっちゃ車の中で多分爆笑してるって思われてると思うんですけどあーっつって笑うんだろあっつ <laughs> <laughs> って,って <laughs> だから皆さんに多分宣言しておきますね「独、うん、り言ではありません!」っていう。 私のことを見かけても運転中の私を見かけて喋ってても多分誰かと喋ってるからそうそうそうこの人ね一人の時とか黙ってる時はもう本当にぶ頂長面ですからブスだよねうんもう口が,が怖い口が下がる口角が下がってますからそうなんですか普通にしてても上がってるんですけどね何で下がっちゃうんでしょうかなんかつまらん時とかこんな、ね、やってごらんやってごらん <laughs> <laughs> そうそうこんな ラジオで伝わらないど、ね、リアルでもこんな顔するよなほんとに考えてる時もでも下がるかもね考えてる時も怒ってるって言われるからめんどくさいです私気をつければいいだろう <laughs> だってニコニコして考えてたらおかしいでしょ頭おかしいやつだよニコしやだよ自分絶対やんないし <laughs> <laughs> 自分毎回乏しい顔してから写真の時乏しい顔って何で <laughs> 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 白目にしてやね白目ではないけど、うん、おエリナ1 4 8センチさん来たよ来たよ来ちゃったよ初見ですってどっから来たのかねかわいいねえ<ー>1 4 8ンチなんですかミニモニだミニモニすごいね148ってミーのよりちっちゃいかもねあなた何センチですか1578近くありますあんなあるはいうん結構でかいんだね、うん、60超えなかった残念ながらね えー、ピーチベルシルシバーさん、はい、あと, 1, つあと 1, つ1しばらく来ないうちに名護も都会になってるねああそうそうそう,そう,うメガドンキやくら、うん、寿司、うん、ダイレックスいろいろできてるはいはいはいそうなのよね名護の明王大学に通っている子たちが、うん、名古屋に出なくてても大丈夫ですっんか別に揃うみたいな必要なものは、うん、遊び場も結構いっぱいありそうだね 自然で遊ぶんじゃないもうここまで来た <laughs> いやいやいや逆に自然ないんじゃないか山ぐらいしか遊べるところ海海海海はほら結構行かないといけないです冥王ったらうんそっか意外と不便だと思いますねへえ <ー S 2> <うん S 1> でも私あれ釣りに連れてってもらいましたよ冥王の友達がいた時だからそれはちょっと離れてからでしょあそうなんだうん <えー S 2> あれ山の中ですからねなるほどね わかりましたということでまだまだメッセージお待ちしておりますそうです無性に食べたくなるものぜひぜひ無性に食べたくなるものの話あんまりしてないなはいしてないですね脱線ばっか山津さんありますうん、あるすか僕がね無性に食べたくなるのはね、うん、野菜スティックです <laughs> <laughs> 女子か <laughs> あれ食べたくならんあったらこのなんていうのかな <laughs> 味噌とマヨネーズーあーはいはい味噌マヨネーズ美味しいよねそう,うん、うん、あれで食べるのがもう最高なんですよなるほど、ね、だからたまに本当にセロリとかさ棒にしてからに、ね、<laughs> 聞いてさ話してもう興味なくなるのやめてもらっていいですか <laughs> あじゃああなたは私は沖縄そば なるほどいいとこついてきたな一生に食べたくなりますなるねうん特にさ海外旅行とか帰ってきたら行きも行く前にね沖縄そば食べて帰ってきても沖縄そば食べてるあそんな気持ちになるんだねなるなるあのカツオだしくれよって思うんかあ帰ってきたなって思いますなるほどいいなたまには海外も僕も行ってみたいですねはいデイビッドさんから来てますセリーは無理 デイビットこれあれだろう誰あの貝原さんだろうあそうなの <laughs> なんでデイビットにしてるウケる銀と <laughs>、えー、さん、はい、無性に食べたくなるもの牛生牛肉牛刺しではなくニンニクいっぱいの焼肉のタレにつけた、うんえー、柔らかい一口サイズの牛もも肉はいだそうです、はい、なるほど美味しそうだね、うん、なんかつまみ系ですねうん、うん つまみ系ですねやっぱり無性に食べたくなるのはつまみ系ですねサ菜スティックもそうだしねあなたの沖縄そばはねちょっと別としても別とされたわいやでも分かりますよ沖縄そばは食べたくなる日があるからねうんって話してたら今日も食べたくなるんですね沖縄そばがね先週食べられなかったからね食べに行こう食べに行こう詐欺されたからね山内さんに少し行こうか <laughs> さて、どうなることやら <laughs>。さあ、ではそれでは、そろそろゲストさんもね、そうです。はい、迎えたいと思いますので。さあ、ここで一曲お届けします。カリンさんのリクエスト、サザンオールスターズで、涙 <laughs> の海に抱かれたい。<laughs> <待って笑> 時刻は9時42分を回りました。この時間はこのコーナー。ゲストさん。いらっしゃい。のコーナーでーす。<laughs> いらっしゃい。で止めれば綺麗だったのに。まあいいです。はい。はい、まあこんなこともありました。はい。次回から気をつきます。そうですね。はい。それでは、まず自己紹介お願いいたします。おはようございます。えっと琉球交響楽団の、えっとホルンを演奏しています。中本です。 琉球交響楽団でドランペット演奏しています。小ど美和子です。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。やってまいりました。やってまいりました。琉球交響楽団。はい。いつか絡みたいと思っていた。あ、そうなん。本当ですか。そうですよ。本当ですか。私も待ってました。もうね、早速ですね。皆さん反応が多くて。ルドルフさんから。 活動は那覇ですかという質問なんですけれども普段はどちらで活動しているんですかですいうん琉球交響楽団はあの、うん、事務所が浦添市にありまして浦添市を中心に那覇だったり、うんえー、いろんな各地で今やってるんですが、はいはい、沖縄市にも演奏しに来たり、はいはい、今度はまたうるま市であったり恩納村であったりと。うんはい 各市町村にで演奏活動しております<ー>なるほど素晴らしい、はい、えっとですね、うん、ちょっと僕らと喋ったら告知を忘れると思うので、はい、まずは告知からやってきましょう、はい、6月17日土曜日にうるま市民芸術劇場の響きホールの方でファミリーコンサートと題しまして、はい、えっと歌物を中心に、はい、えっと オペラ歌手の皆さんと一緒にあの共演するということになっています、はい、で曲は聞いていただいたらこれ聞いたことあるという、うん、あのよくテレビやラジオなどで耳にするような曲ばかりを集めてプログラム作っておりますのでぜひあのご家族皆さん揃ってあの、うん、ご来場いただきたいと思います。この出演される 方の中にあのメゾソプラノの金島玲子さんという方はさんそうですねるま市のご出身なのでぜひうるま市の皆さんにもたくさんご来場いただけたらと思っております。うん、これねあのオペラに詳しい方がに言わすとねすごい人たち。はい、そうですね,ね、はい それすご、ね、く一流の方々がす,、ね、すごいらしいですよ本当にこれをね生で見れるというのはなかなかないと言ってましたはいそうですね県内ではなくまた県外でも活躍されている方たちなのでねはいね、はい、金島さんすごいですね <laughs> 金島さんのあだ名は何ですかアダナは、ね、なんか美術作品みたいな <laughs> <laughs> もザ・オペラ歌手みたいなエペラカッシュの風貌ですね。素晴らしい、素晴らしいです。聞いてみたいです。あのさ本当にでもすごいってこの2500円で見れるっていうのはないらしいですね。ない本当に。そうだえそうですね。それからチケットのあのご案内ちょっと忘れてたのですみません。えっと一般券が2500円で前売り券が一般券2500円で学生さんや高校生以下 の学生さんが 1, 円、はい、で、えー、と親子チケットっていうのがありまして一般の方1人と,、うん、1> えと高校生以下の、うん、えとお一人まで3,000円で当日券だとあの500円増しになってしまいますのでえと前日までに、はいうん、あの。 お買い求めいただければと思いまして、で、プレイガイドの方で、えっ、ー、と、深原楽器さん。で、あと、コープアプレさん、で、イ、e、ープラさん、あの、県内各地のファミリーマートで、お買い求めいただきますので。ぜひ、前日までに、お買い求めいただければと思います。ーんはい。すごいですね。うん、続いて、日曜日にも、うん、皆さん、活動、イベントがありますね、はい。はい、こちらはですね、えー、琉球交響楽団の、えー、大人気シリーズものでして。はい、うん。うん こちらゼロ歳児からのコンサートー、はい、ゼロ歳児からお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん皆さんご家族でご参加できるコンサートとなっていまして、うん、今回「ブラスデーパーティー in 女村」というで<ー>女村で開催されます、はい、こちら、えー、6月18日日曜日、うん、こちら午後1時半会場2時開演となっております場所がですね女村ふれあい体験学習センターユーナホール、うん、こちらで え演奏会開催されます。こちら前売り券が大人1000円で未就学児膝上1名無料となっております。お<ー>でお子供が500円こちら小学生までです。ですので、えー、未就学児の方は膝上であれば1名様無料になりますので、うん、はいぜひお子様と一緒に。 こちらも当日券は500円増しになりますのでこちらも前日までに、えー、ファミリーマートさんの E+ プラスですね、うん、とコープアプレオナソ村観光協会こちらがプレイガイドとなっておりますのでこちらでお求めいただければと思います。 これれあですか本当に0歳からって言ってるのでもう全然泣いてもわめいても OK 泣いてもわめいても騒いでも走っても何でも OK ですやっぱねお母さんとかね僕ちっちゃい子のお父さんとか気使うんですよ演者さんにも気使うんですよごめんなさいみたいな観客だけじゃなくてそういうのが気にしないというのはなかなかないですから。そうですね でですので結構今までこう、うん、ゼロ歳児間のコンサートを行っているんですが、うんはい、すごく好評でして<評>もう泣いても、まめいても大丈夫なので会場にはあの、うん、ベビーカーもお預かりいたしますし授乳スペースおむつ替えスペースのもこちらでご用意してますのでこちらもいい、ねはい、安心して来ていただければと思います。 いいですね。さんから沖縄出身の演者さんも増えていますね。お江戸でもということですが、東京でもってことね。いいですね。子供が自由に来けるコンサート本当にいいですよ。というはい。えらく感銘をいただいてよかったですね。よかったです。よかったです。はい。海原さんがリーズのブルだなって聞きビットからね。デビット海原からね。はい。はい。いいですね。さあちょっとね僕聞きたいこと。 このお二人は、はい、あれですか他にお仕事とかもやられてるんですかこの交響楽団の方とかっていうのはそれともこれ専門でそうですね私たちは一応、えー、琉球交響楽団の団員として演奏を中心に、えー、県内でやっていますが、うん、各自それぞれ教室を持っててやっぱそういうのあるよね絶対。 ちっちゃい子に教えたりなど、はい、そうですね。音楽活動そうですね。<laughs> やりながら、<laughs> はい。<laughs> ちなみにホルン教室とかもあるんですか？ホルン教室。 のみではちょっとやってないんですが、ピアノ教室で、沖縄市の方でピアノ教室やってまして。あ、もうそこ、それも行っときました。はい、ミュージックツリーピアノ教室。三郷にあります。三郷なんだ。うん、近いね。通いますか。大人もオッケーですよ。通はい、ホルンもオッケーです。トランペットもあります。トランペット、私はえっと。 沖縄市の合わせの方とウルマ市の方で教室あの習熟させていただいてあのトランペット教えてるはい教えていますえいいなちょっと先生プリを見てみたいですねですね僕はサックスも習いたいのであらここはホルンと言って欲しかったここはトランペットとかねごめんなさいねせっだくになったねバカだね <laughs> さあさあもうねちょっとお時間なんでもうエンディングまでお二人一緒に、はいえー、過ごしていきたいなと思ってるんですが、はいえー、今日はテーマがですね「うん、無性に食べたくなるもの」って皆さん聞いているんですがありますか無性に食べたくなるもの無性に食べたくなるものこれはたまらんっていうやつはいビールとか、うん、ああビールそうですねお酒好きっすよね そうですね。バレてますか？バレてますね。出てますか？出てます。ちょっと昨日飲んだからかな。バレてますか？早速。そうですね。そうですね。ビールもありますし、無償に食べたくなる。そうですね。沖縄そばとか。お。見る一緒ですね。沖縄そば。なりますなります。お父さんは？うん。カレーライス。あ。 カレーーよく食べちゃうんですよね。えー、で3日間ぐらい続いても結構大丈夫な方すー好きです。あらカレーねいっぱい美味しいとこありますからね。うん、ありますね。増えてきてますね沖縄もね。増えてますね。またメッセージも来てますよ。 えー、ミリーヤマチさんおはようございます今日のテーマ、無償に食べたくなるもの、はい、私の友人の奥さんが妊娠しているときに、無性に果物をめちゃくちゃ食べたくなるときがあったそうで、う急にいちご食べたいってなって、いちごめちゃ食いしていたらしい、うん、ただ少し変わっていたのは、いちごに限らず食べたくなる果物が日替わりで変わるみたいだったので、<laughs> 大変ね、季節柄、ないものもあったようで、探すのは大変だったようです。カレー曰く、すぐに手に入れるものにしてくれと祈りながら、一時期過ごしていたそうですよ。 ねえ淡野軍団さんも来てます無償に食べたいものズバリ言ってもいいかしらどうぞ今無償に食べたくなるものはタコスタコス20年近く食べてないけどチャリーのタコスが食べたい食べて食べてしてから「ユースと見てたらなぜか俺のシリさんが女王とゆるふアパーマメントのありがたい語りに反応してすいません聞き取れませんでしたって言いよったってば」 何だんのしたんかや。私たちの声がよく通ったんだから。ありがとうございます。さあ今日も楽しくお送りしてきましたね。はいはい。銀のドロンボーンさんがね、サックス本とかも教えてるのって言ってます。教室。そうです他の講師の方があの教えてる。さんとこで。はいそうですね。なるほどね。サックス。はい。オッケー。あとぜひはいはい。 はい、じゃあ、詳細をね、また。そうですね。また来てください。はい。はい、ぜひ。あびに。すいません、最後に大事なことがあったんですけど。はえっと、さっと言いましょう。はい、そうですファミリーコンサートの、えっと、リスナープレゼントをご用意してみたので。大事。大事。大事様二組様に応援してますので。はい。ぜひ。はい、詳細、後でフェイス、仕上げます。はい、ます。 皆さん今日もマイワシスお付き合いいただきありがとうございました,ま,したまた来週もこの時間にお会いしましょう良い一日をさよならさよならって言いましたはいさよなら